コアキム・アグスティン・ソリア・ラモスは、メキシコのコアウイラ州モンクローバ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。かつての愛称はメキシキュシャナーだったが、母国に悲観的なイメージを与えたくないとの理由から2011年2月より、この愛称を使用しないでほしいと呼びかけている。2001年10月31日に、ロサンゼルス・ドジャースと契約。 2003年にはトミー・ジョン手術を受けた。2004年10月12日に自由契約となった。2005年はメキシカンリーグのメキシコシキレット・デビルズでプレー、またメキシコウィンターリーグではオブレゴニアキスでプレーした。2005年12月20日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。2006年は参加の A 級フォートウェイン・ウィザーズとメキシカンリーグの メキシコシティレッドデビルズでプレーした。12月9日にはメキシコウィンターリーグでエルモシーオレンジ、グロワーズ相手に完全試合を達成した。2006年12月にルール5ドラフトでカンザスシティロイヤルズから指名され移籍した。2007年4月4日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たし、この年は62試合に登板して2勝3敗17、セーブ。 防御率2.48という成績を残した。2008年は開幕からクローザーとして活躍。開幕から13試合連続セーブを記録し、アルラボスキーの持つ11連続セーブの球団記録を塗り替えた。5月17日にはロイヤルズと総額875万ドルの3年契約に合意。7月にはオールスターにロイヤルズから唯一選出された。 ロイヤルズのクローザーがオールスターに選出されたのは2003年のマイク・マクドゥーガル以来であった。オールスターでは1回に3を投げ、ダン・アグラとデビッド・ライトから三振を奪った。最終的にこの年は63試合に登板し、2勝3敗42セーブ、防御率1.60を記録した。2009年は2009ワールドベースボール、クラシックメキシコ代表に選出された。 2010年は2年ぶりにオールスターに選出された。2011年は60試合に登板し、5勝5敗28セーブ、防御率4.03だった。オフの10月31日に、ロイヤルズが600万ドルの球団オプションを行使した。2012年4月4日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、2度目のトミー・ジョン手術を受けた。 5月3日に60日間の故障者リストへ移動し、シーズンを全休した。オフの10月31日に、ロイヤルズが残り2年の球団オプションを破棄し、FA となった。テキサスレンジャーズ時代2012年12月4日に、テキサスレンジャーズと総額800万ドルの2年契約に合意した。2013年3月31日に、前年の手術の影響で、15日間の 故障者リスト入りした。6月9日に60日間の故障者リストへ移動した。7月7日に復帰し、26試合に登板。1勝0敗、防御率3.80だった。2014年は開幕ロースター入りし、35試合に登板。1勝3敗17セーブ、防御率2.70だった。デトロイトタイガース時代2014年7月23日に、 コーリー・グネーブル、ジェイク・トンプソンとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。2015年7月30日にジャコビー・ジョーンズとのトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。2015年12月10日にフルス・ロイヤルズと3年契約を結んだ。久々のロイヤルズとなった2016年は2年連続70試合以上と、 なる70試合ちょうどに登板し、通算500試合登板を超えた。自己ワーストの10本塁打を浴びて、防御率4.05など、やや打ち込まれたが、5勝8敗1セーブ、脱三振率9.2という成績を残し、特に高い三振ダッシュ能力は健在だった。2017年は、登板数は59試合と前年から大きく減ったが、4勝3敗、1セーブ、 防御率3.70、脱三振率10.3と投球内容は改善された。2018年1月4日に、ロイヤルズ、シカゴホワイトソックス、ドジャース間の三角トレードでホワイトソックスへ移籍した。ホワイトソックスでは7月までにクローザーとして40試合に投げ、16セーブを挙げた。2018年7月26日にコディメデイロス、 ウィルバー・ペレスとのトレードで金銭と共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後はセットアッパーとして26試合に投げたが防御率4.09とやや成績を落とした。オフの10月30日にオプションを破棄し FA となった。2018年12月21日にオークランドアスレチックスと2年契約を結んだ。二千二十年オフの十月二十八日に FA となった。2021年2月6日にアリゾナダイヤモンドバックスと350万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大50万ドルの出来高が含まれる。オーバースローから投げられる最速96.3マイルパワー、平均92マイルパワーの速球が全投球中の約7割を占めており、その他に平均85マイルパワーのチェンジアップ。 平均 80mph のスライダー、平均 71mph のスローカーブを使用する。ありがとうございます。